きチャンネル。ちょこんにちは。さあ、もっと頑張ると思ったのに、なんでその成績だったの？がっかり。逆びっくりの選手です。がっかりまで言っちゃいます？それはもうファンの人の俺代弁してるから、ね、俺代弁者だから、はい、俺自分の意見で喋ったこと一回もない。本当ですか？この里崎チャンネル、うん、全部ファンの人の思いを代弁してるだけだから、はい、自分の意見を殺して、はい、ファンの人の厳しい意見を代弁してるの、うんうん、本当ですか？そう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 。でも解説者じゃないですか、うん、だから解説者としての意見言ってるんじゃないですか？いやだからそれは平均的なこと言ってるけども、はい、全部のなんか批評とか、はい、ダメだし、うん、意見、はい、全部代弁してるだけ。へー。自分を押し殺して。だから、はい、今日からの逆ビックリマン選手も、はい、俺自分の気持ちを押し殺して言ってる、はい、どんな気持ちを押し殺して言ってるんですか？いやもっと頑張ってるようにそんなこと言わなくてもいいやんっていう気持ちを押し殺して、そう思ってるんですか？うん、代弁者として、はい、やっぱり。じゃあいつもバードとか言ってるのは、うん、本当は言いたくないんだけどな。全然頑張ってると思うけどな。まあでも代弁者やから仕方ないパッと。って言ってんですか、うん、意外でした。そうそう、自分の意見なんて言ったこと一回もない。ちょっと保険かけてんですか今？うん、かけてない。エスコンフィールドとかも俺自分の意見じゃないからね。あ、そうなんですか。言わされてるだけ。あの FA とかトレードも全部言わされてるだけ。そうなんですか、うん、代弁者、ファンの人。じゃあ今日も代弁するわけですね。そうそうそう、代弁してるから、はい、ファンの人が思ってることを言ってるだけ。はい、はい、ということで逆びっくり、まあちょっと説明すると、はい、逆びっくりマン選手っていうのはね、あのびっくりマン選手は期待値以上の活躍をしてびっくりみたいな、はい、逆びっくりマン選手は、うん、そんなに活躍しなかった、もっとできると思ってたのにびっくりみたいなね、うん、っていうのを逆びっくりマン選手として全球団紹介しますけども、はい、ね、うん、まずセリーグからです、はいはい、セリーグの逆びっくりマン選手ヤクルト、はい、奥川です。一緒です。いいじゃん。俺の16円選手どうすんだよっていう。そうだそうだ。1試合しか投げてないやん。10勝するはずだったやん、うん、去年前年が9勝でしたからね、うんうん、リーグ連覇はねしたからよかったけども、はい、嘘やん怪我、うん、びっくりみたいな。えでもあの奥川投手いなくて優勝するヤクルトもびっくりですよ。すごいですけど。そう、他の選手がね、はい、頑張ったから、うんうん、でも何どうした。いや本当ですね。もうこの俺のこの期待を裏切られてっていう思いの人の代弁してます、うん、そうですね。10億年選手、私が佐々木朗希投手とって奥川投手とってね、何やってんの、本当びっくりよ。1年フルで回れるからって言って、あ全然回れてへんね。頼むよ今年は。まあ、怪我でしたからね、しょうがないですね。逆びっくり、うん、はい、DeNA、はい、噛みちゃったんですね。おお、そうなんだ。いやもっと頑張れるはずだったんちゃう、うん、みたいな。はい、上茶谷くん、うん、ね、上茶谷、はい、3勝6敗よ、うん、防御率 4.73 よ、はい、ドラフト1位の入江は出てきたのに、そうですね、ドラフト1位の上茶谷は出てこれないみたいな、うんうん、この今年はいけるはずだったんちゃうみたいな、はい、1年目7勝、2年目6、2勝、3年目1勝、4年目3勝、うん、なかなか勝ち星防御率は軒並み悪いし、うん、びっくりやな、ほど活躍しなさい、ね、今年こそはみたいなね、毎年言ってるよ、うん、でも期待値はあるわけじゃないですか、すごくね、もう期待されなくなるからね、頑張んないと今年ぐらい、はい、本当にって言ってるファンの人あれですか。だからもしかしたら次は逆びっくりにもだから選ばれなくなるかもしれないですよね。そう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 、びっくりマンとしてね、だからびっくりマンとして選ばれる可能性あるけど、うん、もう逆びっくりマンは出ないかもしれないね、うん、もうこれじゃあね、うん、もっとできると思ったら3勝6敗だからね、はい。私はもう、ソト・オースティン選手という、うんうん、あ、また開幕いないんだみたいな。また今年もいないよ、オースティンは。そうですよね。なんかすごくいい選手なのに、うん、なんかもったいないなっていう。怪我がね、無事これ名馬っていうからね、うん、怪我した終わりだからね。ずっといたらものすごいじゃないですか、ね、なのに、うん、去年もだからいる前提で佐藤さんも優勝予想って最初言ったじゃないですか、なのにまた開幕2人出てみたらいないのっていう、ね、逆びっくり。それのに先生は優勝予想してるから、新年のね、あ、はい、どうやねんな、うん、どうなんでしょうね、大丈夫ですよ、やりますよっていう、まあ、うん、そうだね、はい、うん、じゃあ続いて阪神、はい、阪神はもうロハスマルテだね、うん、どんだけ活躍せえへんねん。だからもう韓国野球の活躍してるのは横滑りじゃもう無理なのよ、うん、
やっぱ韓国野球の多分レベルも落ちてきてるのよ、はい、ずんずんね、あのナショナルチームも弱くなってきてるしね、うん、だからそこで外国人どんなに活躍したところで、うん、やっぱフィットしづらいね、うん、ロアーズ丸で活躍してたら、はい、多分優勝してたよ。そうですね、外国人選手がね、ここのマイナス面っていうのは長打力も含めて落とした要因だったなっていうところはあるし、うん、丸ではね今年本当行くかなと思ったけど、うん、怪我もあってね、はい、落ちたっていうところは痛かったね、うん、あとロアーズを結構使ったことにびっくりだった、はい、もうそんな活躍せんのに、はい、でもやっぱりまあ助っ人だしっていう、いやいや助っ人だって言うんで、助っ人って助ける人とか助っ人よ、そうです助けるってないから、あの相手チーム助けてるから、そうですね、ってファンの人が言ってる、言ってる、病院に行きました、あ、そうそうそう俺の意見じゃないよってファンの人が言ってる、お対面してるわけですね、そう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 、はい、言わされてるファンの人に、はい、どっちの助っ人やねんって言ってるファンの人相手チームの助っ人やないかい、あ、ありがとううちの助っ人って相手チームに言われてる、はい、もう逆びっくりだよ、そんな風に言われて、うん、そうですね、はい、私はケラー投手、うん、あのね、開幕のあのやっぱり、うん、あの逆のインパクトはちょっと大きかったですね、うん、ディープインパクト的なディープインパクトでしたねだってあれ勝ってたんですよね、だって開幕そうだよ、楽勝で勝ってて、ね、うん、山田に打たれて、はい、終わっちゃったみたいな ね、で、しかもケラー投手で開幕だから最初の何連敗かね、そうそう、9連敗 ね、うん、で、なんか後からチャート見て全部なんかカーブ打たれてるのにカーブ投げるみたいなね、そう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 、ことなんか言われつつ、だあの連敗っていうのは最初すごく大きかったので、うん、やっぱり、まあ、後々ね、また投げますけどケラーのダメさに逆びっくり、いや、あの開幕だって、浜田さんは自分の意見で言ってんだもんねいやみんなびっくりしましたよね、あの開幕ね俺はファンの人の代弁言ってるけど、赤羽さんは自分の意思、私はあの、まあ、NPB ファンとしての意見、優しい意見で、うん、まあ、あのちょっと開幕のあそこは逆びっくりでした ね、はい、うん、さあ続いて、はい、巨人、うん、巨人は坂本だね、はい、私も坂本選手に、やっぱその怪我が多いっていうことに、うん、やっぱその坂本はいること自体が普通っていうね、うん、認識あるから、いなくなる、しかもそれによってチームの成績が上下動エグかったから、うん、そういった意味ではやっぱ坂本が、うん、だって坂本なんてまだ若いでしょ、だって34じゃないですか、34になりましたね、ちょうど、まだ34でしょ、うん、まだまだいけるでしょ、うん、ね、規定打席到達しなかったのが多分1年目以来だからね、うわー、そんな久々なんだ、そうそうそう、2007年に規定打席到達しなかった以来の、はい、規定打席到達してないから、そういった意味ではこうもう一踏ん張りだね、うん、まあ、活躍するのが当たり前ってなっちゃってたので、そうそうそう、なってるからね、うん、ちょっと逆にびっくりみたいなね、うん、やっぱ坂本の存在感と成績によってやっぱジャイアンツのね、はい、順位も変わるぐらいの存在感の高さだから、はい、やっぱこうなっちゃったことにびっくりだったね、うん、そうですね、まあ、今年はね奮起してくれると思うんでね、はい、で続いて広島、はい、広島はもうね大瀬良よ、あ、私も一緒です、あそこまで勝てへんかっていうね、うん、最後もね、この大瀬良でしっかり大瀬良森下で勝ってっていうところで、はい、やっぱそこ勝てなくてね、チームの順位が上がらなくて、うん、防御率も 4.72、はい、ね、8勝9敗、うん、借金1だからね、そうなんですよ、まあ、クオリティスタートは12回してるからね、うん、あの先発23回中半分、うん、まあ、半分しか逆に試合を作れてないっていうことを考えると、うん、エースとしたらね、うん、ちょっと不甲斐なかったって言われても仕方ないかなっていうね、はい、うん、ところあるね、そうですね、私も大瀬良投手と栗投手挙げたんですけど、うん、まあ、栗投手って去年タイトルホルダーだからね、そうなんですよ、うん、なのにこの2人がやっぱ借金で終わるっていうのがびっくりだなっていう、うんうん、そういう栗投手、まあでも防御率自体は3点台なのでそんなにですけど、うんうんうん、ちょっと球高かったねですか、うんうん、2人ともこの借金で終わるっていうところがやっぱり柱じゃないですか、うん、森下投手とね、でも伸びしろあんだよ広島は、うん、はい、大瀬良、栗、森下で貯金15作れたら優勝できるからね、だ3人がうまく回ってはまったらすごいですよね、そうそうそう、そうでもできる逸材だからね、うん、そういった意味では、まあ、監督も変わって、まあ、2020年ね5勝4敗で低迷した時に翌年は10勝5敗だから、はい、そういった意味ではね、うん、ダメやる だから休憩だったのかな去年は、じゃあ1年おきだから今年は多分やる年になるんじゃないですか、うん、はい、そういった意味ではね、で続いて、はい、中日、中日はね、うん、俺は石川だね、おお、石川昂弥選手、いや、やるやる言ってよ、うん、高橋周平をセカンドまでにコンバートさせてよ、うん、今年は石川で行くって言ってよ、うん、奇跡の怪我だから、はい、まあそれ仕方ないけどね、うん、
仕方ないけども37試合出場2割2分5厘よ、ね、ホームラン5本、うん、はい、いや1年間働けなかったことに、うん、びっくりよ、まだ若いのに。そうですね、21歳、はい、ものすごい期待値が高かったですからね。そう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 、うん、今年は一本立ちして、うん、レギュラーとして試合出て1年間やったらどんな成績残すんやっていうところで、はい、うん、で今年は石川をもう計算の上で阿部出してるわけでしょ、はい、だそういった意味では今年もかなり期待値高いけども、うん、ちょっと昨年はね、うん、ちょっとがっかりしたね。そうですね、うん、はい、ってファンの人が言ってる。なんか保険かけてますね。かけてないよ、代弁者だから。そうですか、うん、でもファンの方はこう思ってるんだろうなっていう佐藤さんの意見ですもんね。うん、違うよ、全部一言一句ファンの人が思ってるんです。そんなね、そんな意見、浜田さんの意見は何ですか、誰ですか。私は高橋周平選手がダメだってことダメなんて言ってないですけどいやだってもう必ずやっぱりレギュラーとして出ないといけない選手ではあると思うんですけど、うん、やっぱり今年は78試合にとどまってて、うんうん、2割4分9厘というところで、うん、もっともっとやってほしいなっていう選手、ね、そうだね、ちょっと成績がね、うん、期待値が大きいだけにちょっと物足りないしね、はい、もうこれぐらいの選手なのかと思われちゃうからね、うん、そういった意味では阿部も出してるから、はい、やっぱ今年ね頑張んないと、うん、その編成のね、はい、そのうまさっていうところも批判的になっちゃうじゃんね、うん、だからこの石川高橋にね、うん、この去年のトレードとかの編成具合の評価が試される存在でもあるから、はい、この2人は頑張んないとね、来年本当に頑張んないとですね、今年ね、あ、もう今年これさ、撮ってるのが時期があるから今年何分かんなくなります業界いるんだから分かんなくなっちゃう、はい、今年ね、今年頑張ってもらわないと、そうそうそう、という意味ではね、はい、この2人の存在感っていうのはね、うん、ちょっと大事になってくるしね、はい、やっぱファンの人の期待値通り頑張ってくれないとね、はい、ファンの人ががっかりしてるからね。なんか保険かけますねえ、そうなん、はい、大弁者だから。そうですか、うん、佐藤さんもっといつも強気じゃなかったですか。だから俺はこう思うんや、だから強気に言ってるじゃん、ファンの人はこう思うんやって、うん、なんかずるいな、私は浜田さんの意見だよねみたいな。だからそういった意味では俺は奥川上ちゃったりロハツマルテ坂本大瀬良石川、はい、はやっぱもっと頑張んないと、うん、っていうかもっと頑張れるからね、はい、まあ、ロハツマルテはもういないけどね、うん、そういった意味ではね、まあ、今年のね奮起に期待したいなっていうね、はい、ところはありますね。そうですね、皆さん頑張っていただきたいですね、はいはい、明日はパリーグの選手の代弁をします。